この度は皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけし、大変申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。現在は会社の体制を見直し、再発防止に努めております。大変申し訳ございませんでした。で、今日の動画なんですけど、一応2、3ヶ月ぐらい YouTube を更新できてなかったので、今日から YouTube を少しずつ再開していきたいなと思って動画を回してます。この期間、初めてかな。インスタグラムをお休みさせてもらったり、 YouTube もお休みさせてもらって、自分自身のことも見つめ直したり、すごく考える時間が多かったんですけど、改めてこう皆さんに支えられてたなと、今まで YouTube を見てくれたりインスタを見てくれてるみんなに支えられて、私の人生はできてるなとほんまに感じた。私もそう感じたし、なんかすごいみんなの言葉一個一個がすごい重たくて、 YouTube 待ってるよ、信じてるよ、早く笑顔のふみあみちゃんみたいよとか、そういう言葉すべてがすごい私にとって頑張る活力になれたし、無理かなとか、もうしんどいな、もう逃げたいなって思った瞬間もみんなからのメッセージとか届いてて、それを見たらやっぱり私はこの仕事がしたいし、服が作りたいって改めて何回も思って、頑張りたい、頑張らせていただきたい、そう思ってた 2,3 ヶ月でした。インスタグラムの方では活動を少しずつ再開させていただいてたんですけど、 YouTube ではこれが1本目になるので、少し近況報告をしたいと思います。まずね、まずそう、私が無事第2子を出産いたしました。 YouTube では妊娠しましたみたいなところまでしか報告できてなかったと思うんですけど、その後まあ妊娠初期中期後期とそれなりにいろいろなことが起き、無事臨月までね、お腹ですくすく育ってくれて、無事予定日に出産することができて、今はもう2ヶ月になってすくすくと成長しております。久しぶりの新生児、久しぶりではないけど、まあ2年ぶりの新生児、可愛いですね。めちゃくちゃ可愛いやばいな、本当に癒し度マックスです、うん、めちゃくちゃ癒されてる、休みの旅に行ってる気がするぐらい、ほんまにそういうお話とかも改めてみんなとしたいし、私自身もこの兄弟育児にすごく悩んでる部分も多くて、みんなからも聞きたいし、出産エピソードとかに関しては他の動画で改めてゆっくりお話できたらなと思います。ふみは最近どうですか？私の近況は、まあ、インスタグラムを見てくれてる方はわかると思うんですけど、息子と2人暮らしになりました。シングルマザーの皆さんすごいなって日々思わされる、うん、やっぱりすごい大変なことも増えたなっていう一面、うん、毎日2人で楽しく協力し合いながら生活してます。もう4歳にもなったからすごい言ってることもわかるし、結構私の手伝ってほしいこととかも本人も率先してやってくれたり、なんか日々成長になんか感動、こんなこともできるようになったんやみたいな、なんかもうほんまに今は息子やけど相方みたいな感じなぐらい2人でなんか協力し合って生活してるっていう感じです。あと近況としては痩せました。でも体重的にはどうなんやろ、結局4キロぐらい。いやでかいよね、私らの身長での4キロは。まあまあまあ、6月からいろんなことが起きて、もうご飯食べれへんくて寝れなくてみたいな日々が続いてて、人生で初めてこんなに食べれんものが食べれない、いらない、喉を通らない、通らないみたいなことが人生初めてだったんですけど、めちゃくちゃ体重落ちました。多分7キロぐらいがババって最初落ちて、今戻ってきて、まあ、4キロぐらいになったかなって感じで、結構体調の方もいろんな人に心配してもらって、でもそれでも何か食べないと、何か食べとかないとっていう思いで青汁は飲んでました。まあでも結果あれやな、今は結構健康的に、はい、今はもう朝昼晩食べれるし、で運動も週1回運動行ってて、家でも筋トレ、マイブームが筋トレになって、うん、息子を寝かしつけた後永遠に一人で筋トレしたりしてます、うん、すごい、なんか新しい私も発信できたらなと思います、うん、じゃあこの動画はこれぐらいで、はい、また次の動画からはいつものふみあみチャンネルをお届けしたいと思います。今回は本当にみんなを巻き込むようなことになってしまって、いっぱい心配もかけて不安な思いもいっぱいさせてしまって、本当に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。